つくだ。つくだは、東京都中央区の町名である。現行行政地名は、つくだ1丁目からつくだ3丁目。郵便番号は104-0051。隅田川下流において、隅田川と隅田川派川の分岐点を北端とし、両河川により、境界を隠されつつ、南方向に広がる区域に位置する。1990年代から、東京都心に、 資金の高級タワーマンション街の先駆けとしての高い場所であった。現在の筑田は石川島、筑田島と呼ばれた二つの島、江戸時代後期に一体となったを起源としている。明治時代に南に拡張され、1896年、明治29年までに、旧来の東部と明治期における埋め立て部及び新筑田島東町を合わせた、 現在に至る町域が確立した。その後住居表示実施により、行政上の住所が筑田に統一され、今日に至っている。中世において隅田川の川口部に位置していた島、文紀、1501から04小津にも見られ、森島、鎧島などと呼称されていたを、1626年、旗本、石川八西門茂津具が、徳川家光から配慮し、 その屋敷を構えたことから、その島が石川島と呼称されるようになった。一方、徳川家康と同時期に江戸に移住した摂津国の漁夫たちが1645年、石川島近くのサスに築島して定住することとなり、この島を故郷である筑田村にちなんで筑田島と命名した古地図には他の地の島が描かれ、現在の地図においても、 同様の形状が佃一丁目の一部に確認できる。江戸、現在の東京の佃島の漁民の故郷は、大阪の佃村、現在の大阪府大阪市西淀川区佃である。本能寺の変が起きた時、徳川家康は、わずかな手勢とともに、大阪、堺にいた。家康は、決死の覚悟で、本拠地の岡崎城へと戻ろうとしたが、 神崎川まで来たところで川を渡る船がなく、進めなくなった。そこに、救世主のごとく、現れたのが近くの筑田村の少や、森真越門とが率いる漁民たちで、彼らが、家康らに漁船を提供した。その結果、家康らは生きて、岡崎に戻ることができた。後に、家康が江戸に入った時、命を救ってくれた摂津、筑田村の漁民たちを江戸に呼び寄せ、 特別の漁業権を与えたのである。現在の筑田1丁目、筑田2丁目北部は、上記の石川島と筑田島の場所に該当する。水戸藩により創設された石川島造船所、現在の i h i 旧石川島張間重工業の前身が1876年、明治9年に民間に払い下げられ、それが1979年、昭和54年に、 創業停止するまで、旧来の佃島の部分を除き現在の佃の多くの部分はその敷地であった。1986年、昭和61年から都心回帰の促進を図る目的で、八棟の超高層マンションを中心とする住宅群大川端リバーシティ21の整備が開始された。個々の高さやデザインを少しずつ変えながらも、 全体として統一された外観を有し、赤石町にある清路カガーデンとともに、隅田川沿いのスカイラインを形成することになった、リバーシティ21への評価高く、開発主体である、三井不動産の広告に、たびたび使用されるなど、都心部における居住エリア整備の成功事例と認識されている。2017年、平成29年12月1日現在の、 世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京都指定無形民族文化財。1976年1月16日指定。指定名は、筑田島の盆踊り。曜日の並びに関係なく、毎年7月13日、7月14日、7月15日に実施される。場所は、筑田一丁目の つくだ橋付近。温度を取る人が太鼓に合わせて、櫓の上で歌い、踊る人はその櫓を輪になって囲んで踊る。江戸幕府は、厳しい治安維持政策のために、江戸の中心部では、この、つくだ島の盆踊りを、唯一の例外として、他で行われていた踊りを禁じた。そのため、つくだ島の盆踊りが、東京中心部において、江戸時代から現在まで踊り継がれる。 唯一の盆踊りである。無縁物や水岸によるフッの供養が目的であるため、踊る人は、まず最初に、会場に設けられた仏壇で手を合わせる。文化財の所有者は、佃島盆踊り保存会とされていて、この会が、踊りの継承、伝承の役割を担うとされている。2017年11月に、地元住民有志が別団体、 歴史と伝統を守る佃島盆踊りの会を設立した。保存会と盆踊りの会は対立関係にあり、中央区が仲裁を試みている。2018年の夏には、それぞれの団体が別々に盆踊りを主催し、一夏に同じ場所で二度の盆踊りが開催された。一家には佃には関係しているが、所在地が佃ではない文化財が含まれる。 一家には、佃には関係しているが、所在地が佃ではない文化財が含まれる。一家に示す以外にも、細かい部分などで、佃島がロケ地等として登場する作品や、テレビ番組、テレビ CM などが、数多く存在する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。